本日はチンパンジー、レモンの一掃により多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。天王寺動物園ではメスのチンパンジー1頭が逃げ出し、獣医師が噛まれ怪我をしました。チンパンジーはおよそ3時間後に捕獲されましたが、園内の客は外に避難する措置が取られ、動物園は臨時休園となりました。動物園は会見で、動物が通る通路の鉄骨と壁の間にあるおよそ20センチの隙間からチンパンジーが逃走したと明らかにしました。動物園は設計上のミスとした上で、隙間を鉄板で埋めるなどの応急措置を取ったということです。